横浜駅から根岸線に乗りました。この電車は桜木町に向かっています。進行方向右手には錆びついたガードが見えますね。ここも鉄道路線ですが、今は電車は走っていません。横浜桜木町間を走っていた東横線の廃線跡地となっています。敷地は残されていますが、もうレールはありませんね。重機が入り、大掛かりな工事も行われていますが、この路線が廃止されたのはもう20年近くも前のことです。2004年1月、東横線の横浜桜木町間は廃止となりました。そして翌2月より、みなとみらい線の横浜元町中華街間が開通となりました。みなとみらい線が開通し、東横線が廃止されてから20年近くの年月が経ちますが、その跡地はご覧のようにまだ未整備です。桜木町で降りて、この廃線跡の様子をちょっと見ていきたいと思います。桜木町の駅に着きました。こちらは国道16号線側ですね。みなとみらいとは反対側の出口になります。マイクテスト、マイクテスト、今日はマイク入ってますね。はい、こんにちは、並木道夫です。桜木町の駅前に来ています。今私が立っているこの場所に、かつて東横線の桜木町駅がありました。今はね、ちょっとした広場になっていますけれども、昔ここは東横線のホームだったんですね。私の背中に線路の切れ端、ここまでが線路だったというような、高架橋があるんですけれども、このような形で今でも残っています。これは横浜駅まで残されておりまして、遊歩道として整備される予定なんですね。堤防のように見えるこのコンクリートの壁がかつての東横線の路線跡地です。先の方に階段がありますね。路線内にも立ち入ることができそうです。上はこんな感じですね。正面が横浜方面になります。私の右手側が JR の根岸線、そして左手側が国道16号線となります。一応遊歩道ということなんですけれども、道には何もないですね。ただ舗装された道だけが続いています。国道16号に交差する道はもみじ坂です。この画面の奥の方が坂道になっており、新しくできた県立図書館などがありますね。そして正面が横浜駅方面、右手には JR 根岸線の電車が走っています。桜木町から横浜までは 1.8km あるんですけれども、整備されているのはここまでですね。その先は舗装はされているんですけれども、フェンスが張られて中に入ることはできません。フェンス越しに歩道を移してみたんですけれども、いくつかの花壇が置かれているだけで、まだ遊歩道として整備はなされていないようです。上の歩道はもう進むことができませんから、下の歩道を歩きましょう。私の右手側にはコンクリートの壁があるんですけれども、この壁ですね、こちらはね、元落書きがいっぱいね書かれた壁として有名でした。消しても消してもね、後からどんどん書かれまして、もういろんな落書きがありましたね。私もこの左側の、国道をよく通ったんですけれども、その時にね、よく新作を目にしました。でもうね、ある時からね、業を煮やしたのか諦めたのかよく分かりませんけれども、落書きの壁として開放されていた時期もあったようですね。その時にはね、むしろアートっぽいっていうか、芸術性の高いような落書きもなされていました。今ではね、このように全てコンクリートでね、固められた壁になっています。落書き禁止の張り紙があります。今はどこにも落書きはないようですね。今私は高島町近辺の歩道を歩いているんですけれども、この上が歩道として、遊歩道として整備されるわけですね。ただちょっと考えてみますと、こうして歩道があるのになおかつこの上に遊歩道を設けるということは、どういう狙いがあるのでしょうか。仮に新しい遊歩道ができたとしても、最初のうちはね、物珍しいということで人も集まると思うんですけれども、同じものがこうして下にも通っているわけですから、そのうち利用する人も少なくなってくるのではないでしょうか。せっかく高島町という地の利のいい場所に作られるわけですから、何らかのプラスアルファがあればいいんじゃないかなとは思うんですけれどもね。ただ線路跡ということで細長い地形なので、その利用方法も難しいかもしれません。
桜木町と横浜駅のちょうど中間あたりに踏切があります。この踏切は車は通れないんですけれども、港未来地区へ行く近道になっていますね。踏切の名前は三菱ドックというんですね。かつてこの踏切の向こうには造船所がありました。この線路は根岸線ではありません、貨物路線ですね。高島町から神奈川方面へと続きます。踏切の先も高島町の交差点まではこの直線の歩道が続きます。交差点の手前にガードがありますね。このガードから高架線の下を覗くことができそうです。中はどうなっているのでしょうか。何にもありませんね。ただ橋脚は補強されているようです。色が新しくなっています。この辺りは橋脚と天井も補強されています。ここにはテナントで何かが入るとも聞いたんですけれども、現在は何も入っていないですね。ちょっと見た感じ、小金町のガード下にも似ています。将来はアトリエなどが入るのかもしれませんね。こちらは高島町のガードです。左側のグレーのガードが元東横線、右側の青いガードが根岸線となります。橋脚に打たれたボルトが時代を感じさせますね。これはリベット接合というのでしょうか。隣の根岸線も橋脚は同じ工法で作られています。港未来側から見るとこんな感じです。前方に見える青いガードは根岸線ですね。それではガードを渡り横浜駅の方向へ進みましょう。現在白い壁面に覆われていますが、この壁の向こうに高島町の駅はありました。中の様子はあまりよくわからなかったんですけれども、解体作業はだいぶ進んでいるようですね。ただ老朽化が進んでいるので、この辺りは遊歩道化されることなく全て解体されてしまうかもしれません。この元高島町駅近くに1棟のマンションが建っているんですけれども、このマンションの一角には2代目横浜駅の遺跡が残されているんですね。ここは以前私の動画でも訪れたんですけれども、大正年間に建てられ、関東大震災で倒壊した2代目横浜駅の遺構が一部残されています。はい、今ね、元高島町駅があった付近にいるんですけれども、私の背中の看板に、老朽化した橋の撤去を行っていますとあります。この作業が現在続けられているようですね。もうすでに私の背中側、横浜駅側になるんですけれども、高架線、高架橋の、撤去作業はかなり進んでいるようです。私の正面は桜木町方面になるんですけれども、こちらの工事はこれからということでしょうか。まだ古い、高架線が残されています。こちらの高架線もかなり老朽化が進んでいますね。この上に遊歩道を作るのか、すべて解体されてしまうのかよく分かりませんけれども、解体された場合にはこの下の道が遊歩道として整備される模様です。さらに横浜駅方向に近づいてきました。左手奥の方にはジョイナスの駐車場も見えます。この赤と黒で彩られた鉄柱が元東横線の橋脚になるんですけれども、その上のガードの鉄骨を見ても老朽化が進んでいることがよくわかります。これらの鉄骨も間もなく撤去されるのではないでしょうか。このガードの先に小さな踏切がありました。これは京急の踏切です。今電車が走っている上にあるガードが元東横線の廃線跡ですね。ここは電車撮影のポイントにもなっているのでしょうか。踏切のところには京急線にカメラを向けている少年の姿がありました。そしてこの廃線跡の延長線をたどると、路線はまっすぐにジョイナスに向かって伸びています。さて、それではそろそろランチにしましょう。万里橋近くに美味しそうなレストランを見つけました。セットメニューもいろいろあるようですね。私はオーソドックスなところでカレーライスとかけそばをお願いしました。こういうのが一番美味しいんですよね。ではいただきます。はい、ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。今度は違うセットも頼んでみたいですね。万里橋から廃線跡地を眺めるとこんな感じです。今根岸線と京浜急行の電車が走っていますが、東横線はその奥にありました。
万里橋から運河に沿って廃線跡地を見に行きましょう。根岸線のガードを抜けるとその先が東横線跡地になります。橋脚と大まかなガードは残されていますね。しかしそれ以外の鉄骨やレール等は全て撤去されているようです。この先は私有地になっているので見に行けるのはここまでですね。はい、もう横浜駅のすぐ近くまで来ました。私の後ろに、高島屋が見えるかと思いますけれども、すぐ後ろは横浜駅になりますね。そして私の右手側にあるのが、元東横線の廃線跡です。もうね、かなり老朽化しておりまして、橋脚も高架線もかなり錆びついていますね。おそらくね、これはもう間もなく取り壊しされるのではないかなと思います。まあね、でも間もなくといっても20年経ってもまだこのままですからね、ひょっとしたらもうちょっとこのままでいるのかもしれません。当初の計画通りであれば廃線跡の遊歩道整備はすでに終わっています。廃線跡の用地は横浜市が取得しており、現在工事は横浜市の主導で行われています。しかし財政難と諸々の事情により工事はまだ完成を見ていません。工事は未だ終わっていませんが、この地が整備されることに間違いはありません。何年か後には新しい遊歩道が作られるものと思われます。今横浜駅の東海道線のホームの一番端に来ているんですけれども、ホームの端から東横線の断面が見えますね。20年間遺跡のように残されているこの路線断面ですが、近い将来この遺跡も姿を消すことになると思われます。今回は桜木町から東横線の跡地を歩きました。ご視聴いただきありがとうございます。それではまたお近いうちにお会いしましょう。